雪中南天樹日踊り図学1893年、東京国立博物館像、昭和美勝吉明治41年12月19日は、明治時代に活躍した、近郊家。天保3年津山二階町に住む津山藩を抱えの、長金市、中川五右衛門勝杉の三男として生まれる。陽名は、厚志蔵、通称は、厚志蔵、勝吉は、孔明。 幼い頃から父に彫金を学ぶ。江戸出府の方便として、津山藩、先手鉄砲大鼓山家の軽子となり、江戸の彫金家に弟子入りしようとするが果たせず、江戸から帰郷後用紙関係を解消。その後、18歳で、岡山藩を抱え彫金職人の名家、聖阿美家の婿養子用紙となって、聖阿美家の九代目を継ぐ。養子入り後は、江戸幕府を抱えの彫金家、 後藤家の門人で、自身も江戸幕府及び、朝廷の御用職人を務めていた、実刑、中川はじめた組や、その死、後藤一条から手紙で、下や油型、あるいは相互に作品をやり取りして、指導を受ける。勝吉の作品を、数多く所蔵する、清水三年坂美術館には、この頃の刀装具や担当ごしらえも含まれ、すでに勝吉が高度な技術を持っていたことが伺える。 聖闇家は藩主の注文で刀装具を作り安定した暮らしをしてきたが、明治維新後の廃藩地検で岡山藩との雇用が解かれたことによって生活の保障がなくなり、さらに廃刀令により刀装具の仕事もなくなってしまった。多くの長金家たちが廃業する中、勝吉はその技術を活かして新たに花瓶や香炉などの室内装飾品や彫像などの美術工芸品。 茶器などを製作し始める。明治11年職人34名で輸出産業を起こし、神戸の貿易商、浜田厚志三郎の紹介で、イギリス商人と売買契約を結ぶ。ところが、干渉による蘇生偽物が出たため輸出を中止、職人を少数に絞り美術工芸に専念する。同年から、イギリスから大ついたての注文を受け、可能なつを、 文のマサル民の十二シズワで、勝吉の金鉱を掘り、いつ東洋の木工により三年がかりでを作り上げ、現在ボストン美術館が所蔵している。その後、勝吉は国内、海外を問わず、精力的に博覧会や美術展に出品し、各地で高い評価を受けた。明治32年67歳にして、美術研究のため京都へ引っ越す。京の伝統文化は、 正勝の才能をさらに昇華させ、正勝の名声を高めている作品の多くは、京都移住後から死去までの10年間に制作されたものである。晩年はパトロン離れによる新たな顧客獲得のための慣れない営業で身をすり減らし、これまでの人生でしたこともない借金も加算でいった。明治41年に脳卒中で京都で成居、去年77。 墓所は岡山の東山墓地。勝吉は非常に真面目で貴重面、筆豆だった。朝に近所にある小学寺の稲荷社にモデル以外、外出せず、休みは正月と青い祭りの二日だけであぐむことなく制作に打ち込んだという。制作は並行して複数の作品を作ることが多く、同時に同じ作品を作るのも珍しくない。制作期間は 半年から一年弱ほどが多いが、対策には数年を要したようだ。作品が完成すると、床の間に菊池要塞が描いた稲荷図の三の体をかけ、その前に作品を飾り、今日は胸上げ茶と言って、恋の人や弟子たちを集めて酒を振る舞うのが家風となっていた。酒をあげながら正勝は、私の作品が将来、依頼した人に損をかけぬように、 と思って神様にこうやってお祈りするのじゃと、いつも、周囲の者に語っていたという。またある時、成金からすべて金のキセルを作ってくれと頼まれた。まさかつは、金のキセルなんか聞いたこともないと断ったが、成金は、どうしても作ってくれと言い残して去っていった。それから勝吉は、純金でキセルを作って渡すと、依頼主は、大層喜んだ。その直後、勝吉は、 ちょっとそのキセルを私に貸してください。これに少し掘り物をして差し上げますと言って持ち帰り、今度はその金のキセル全体に鉄を巻いてしまった。そして、その上からすっと草花を掘ると、下から金の掘り物が散々と輝いた。数日後、依頼者に金とはこうして使うものですと言って返すと、その成金は大いに漢字入ったという。 その作風は、超絶技巧というべき高い技巧を誇り、精緻な彫金、高い写実力、質感表現、多様な金属による色数の多さ、光沢の美しさは、全体に技術レベルが高い明治期の彫金師の中でも一等値を抜いている。また、刀装具出身の金庫からしく、鉄の錆び地の美しさも特徴である。一方で、 見る者の,の意表を突き想像を書き立てる遊び心や物事の一瞬を捉えた粋な思考を盛り込み、さらに複数の意匠を取り入れ対比させることで緊張感や物語性を生み出している。勝吉は提出義原因を頂点とする近代美術史研究の中では地方の名工という位置づけで地元岡山ではともかく一般に高く評価されていたとは言い難い。まさかつ自身も そう感じていたようだ。明治39年の手紙には、時世で、これからは図案家に、競技の方がよく売れる。個人の策は、勢力が薄い。技術は、老人が上でも、東京の方が勢力があると語り、中央の権力に属する職人軍にあがなう、個人である、老人、まさかつの焦りや定年、無力感が読み取れる。むしろ海外の収集家に評価され、 多くの作品が国外に流出した。現在、確認されている作品は150件ほど、商品や刀装具を含めれば、その2倍以上あるとみられる。国内で、勝吉の作品を所蔵する主な施設として、東京国立博物館、京都国立近代美術館、清水三年坂美術館、野崎県業歴史館、林原美術館、岡山県立博物館、 岡山県立美術館、倉敷市立美術館などが挙げられる。ありがとうございます。